江戸時代の中期18世紀ぐらいに京都で一世を風靡した絵の一派があったんですよそれは誰かっていうと丸山応挙っていう人が率いる丸山派っていうのがめちゃめちゃ京都の世間を牛耳ったでなんでそんなに牛耳るようになったのそんなすごかったのっていうと写実的に描くっていうことに重きを置いた一派だったからなんですよ。丸山王居が出るまでののの世間一般の画風っていうはは写実的とは ちょっと違った。もう正確に描くというよりも伝わることが大事やろみたいな感じで重きを置いたり、身近なこと大事やからみたいな感じで科学的な寸法とかの考え方で描こうとする画風ではなかったんですよ。それが主流やったんですね。そこに来て、えー、ちょうどマルヤモ王宮というのはめっちゃリアルに描きますせっていうことに重きを置いたので、それがすんごいセンセーショナルで迎え入れられたということで、丸山ヤモ王宮出てからも京都の画壇とか、まあ、関西も含めて写生大事やーみたいな感じの流れが一気にドゥーって来る。 ようになったっていうのが、えー、この京都画壇の流れだったんですよ。